大家好，我是一只来阿斯卡，来自日本的哔哩哔哩商务兼美妆家，不久前才25岁。巨蟹座，我来到涩谷喽。来到涩谷的理由就是找河马还有门鞋一起玩，因为我很少在涩谷玩，所以想要让他们带带我，是这样子拍拍简单的 vlog。我提前15分钟到了一下。可是好像还没到，就等稍微等一下呗。巨蟹座，我的妈呀，涩谷这个地方啊，其实特别特别吵，特别特别的吵，像是电玩城一样。哎，新的，这是不是？干什么？巨蟹座，我是东京的初心者，だから、カズマとシンゴに。案内してもらおうかなと思って。美味しいもの食べて、美味しいコーヒー飲んで、で服を選んでほしいの。二人ともおしゃれだから。いやいやいや。でも今日はおしゃれしないよ。今日はちょっと理由があって、俺日本に帰ってきた時に、日本帰ってきた時に服持ってきてなくて、で、このままだと二人ともおしゃれだから、俺横で歩いててマネージャーみたいになっちゃうかなと思って。で、もう事前に連絡して言っといたわけ。そう、だからもう黒。黒。恥ずかしいな。巨蟹座が17歳の時の演奏会のなんかちょっとしたそうサックスのちょっとしたなんかやつがトレンド入りして数可愛いみたいなみんな言ってんの。マジで可愛い。俺のさ、ゆうやさ、この前さ会ってさ、アナと一緒に写真撮ったやつ載せたよ。二人のフォロワー1万ぐらい増えたから。数の効果で。マジで。マジでよかった、ね、もうやばい。1日に78000ドルがほんまに。あの日本にいるんだったらカズマと一緒に動画撮ってきてとか。俺もめっちゃ混んでる。そうめっちゃ来てなんかもっと写真一緒に撮ってカズマともっと遊んでくださいとか。そう APEX でもないしマネージャーでもないしなんかもう俺なんかみんなのことを撮影する人みたいになってて今。巨蟹座番組にいた時も。そうそうそう。カズマね。手繋ごうって。言った？言ってないよ。一緒に寝ようとか言ってない。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 言ってた。あなたに最後おかしくなった。言ってたっけ？言ってた。そう。ねでもね俺関西人で楽しい思い出は。っていうあるんだけど記憶はあやふやなんだよね。結構なんかもうもやもやかと記憶が今消され始めてるから、ね、もうちょっとぼんやりしてる。おめもな覚えてるぞー。昼食べてない。俺今日食ってない。じゃあちょっと食べに行こう。食いに行こう。行こう行こう。じゃあカズマのお店に行きまーす。考えるお店作ってくれる。いや、あんまりうまい料理は出せないかな。ネギス、这边是牛舌的店。耶。何食べようかな。もうお昼食べたから、そのドリンクだけ。ドリンク。これクラッキーだ。ああ。じゃあ俺、カズマのおすすめ食べよう。うん。大阪一回帰って、その後なんか韓国行くの8月ぐらいで、その前で東京らしい、ね、なんか服を選ぶ基準とかある？俺そんな俺ちょっと怖い。我们呢从现在开始要去元素那边走过去，然后河马还有门鞋，他们给我挑个衣服。可愛いけど、高いんですか？俺の今入ってるズーパンいくらさせて。1200円。本当に。本当。ちょっと高くない？高くない。俺あんまお金持ってないよ。なんかさ、中国の観光客とかいっぱい来るじゃん、ここら辺。みんな安い安いって言って買うけどさ、高いよね。高いよね。無理なんだけど、これ基本タオバオでしか服買わないからさ。高いよね。高いよね。タオバオは安い。タオバオは安いの。
終節はちょっと服選びちょっと疲れたんで抹茶飲みます。え、本場の抹茶みたいな。本場の抹茶って苦いんじゃないの。苦い、うん、抹茶だったから甘いんだよ。かっこいいな。そこまで。これからカズマが用事なので帰ります。なんだけど次は横浜ね、案内するから行きたいんでしょ。俺が案内します。バイ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 、またね。シンゴの時間、シンゴの時間、シュワンで甘いもの食べられへんかって。甘いものが大好きなシンゴ。そう、めっちゃ甘いの好きなんで。めっちゃうまいし。それアンステ。うん。いい感じに。あー。カズイ。やったことないよ、こんな。めっちゃうまい。ジニーやるな。3、4ヶ月一緒に住んでたけど、うん、朝やね。どんな感じだった？いやでも俺はライライと一緒でよかったなって思うけどな、マジで。本当？そう、最初の方はさ、2人ってこうあんまりさ、もううるさくない2人やから確かにゆっくり過ごせるなって言ってたけど、結局、まあ、みんないっぱいそうそう来て、まあ、ごちゃごちゃしてたけど何回でも楽しかったな。俺とライライやから、あのみんな多分来てくれてたと思う。いやみんなのお兄ちゃんみたいな感じだったんですよ。そうそうそう、俺、いやいや、それ俺だけじゃなくて、多分ライライが多分結構さ、こう言う人とかやったら、うん、みんな多分来てなかったと思う。結構言ってたけどね、うん、でも何回優しいやん、ライライまあね、優しいから一切放送で使われてたけど本当にそれ、もうずっと遊んでたのにね。そう、お買い物付き合ってくれてありがとうね。いや全然俺何もしてないほぼほぼカズマが案内してくれたから、ね、カズマもまた動画撮ろうって言ってたから、うん、その横浜行きたいから、行きたい行きたい行きたい、案内して案内する、うん、もう横浜全然行ったことないから、うんうん、ちょっと案内してほしいね。カズマも誘う、ね、カズマがそんなに俺のこと好きだとは思ってなかったみんな好きや、嬉しい嬉しい、うん、じゃあ今日の動画は、うん、終わります。バイバイ、ありがとうございます。バイ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 